こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石平、恋と仕事と社会の Q&A、今日は第17回です。井田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、前回記憶力がやばい石平で、締めたところですね。はい、今日は、記憶力を発揮していただきたいと思うので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、こんな質問が来ています。好きな人ができて付き合うかどうか迷っています、というのは彼にタトゥーがあるからです。年齢的にも結婚視野にお付き合いしたいのですが、親に紹介しづらいし、自分の中ではタトゥーを入れる感覚は理解できないので踏み切れずにいます。ファッションで入れているのですが、やはり今後子供ができて先のことを考えるといろいろ考えてしまいます。外国と違って日本にはまだまだ受け入れられない文化もあるし、私は気にしないで生活できるかといったらそれは自信がありません。どうしたらいいでしょうか。30代の女性です。30代の女性で、相手も30代だよね。おそらくそのタトゥーの程度もちょっと問題あるよね。一つ、その今タトゥーって言ってるから洋物のああいうさ、トライバル柄でなんか稲妻みたいなのがこうやって入ってたりするのかもしれないけど、ねえ、あの植松容疑者みたいに背中にね、観音様とか夜叉が入ってたらちょっとシャレになんないもんね。なんないですね。で、あの基本的にタトゥー入ってる人は、まあホテルのプール、リゾートのプールも全部ダメだし、温泉も、銭湯もダメじゃないですか。だからタトゥーとかやめれば、あの外国人風の真似をするのダサいよね。やっぱ合う合わないって正直ありますよね。うん、いや僕もね、実は今年の夏石垣島に行ったんですけど、はい、隣のプールサイドのデッキチェアのところに大阪の金融屋がいたのよ。うん、うちはいつも農機守ったのになんじゃおらとか、あの携帯で喋ってるわけよ。はい、で足に入れ墨が入っててさ、いやこいつらダメだなと思ったもんね。僕もこの夏実は沖縄行ってプールサイドに寝てたら、隣やっぱりあのタトゥーでダメだなと。いや、やんちゃな子いるんだけどさいや人生長いんだから、あんまり調子に乗って若い人にタトゥーとか入れない方がいいんじゃないのとは思いますけどね。ただその親の部分に関してはさ、クリアできるんじゃないの。クリアできる、うん、だってそんな体見せることないしさ、なんか昔ちょっとやんちゃだったよねぐらいで済むと思うんだけど、ただこれから先ねすごく行動制限がかかってしまうっていうのがあるんで、まあでもタトゥー消せと言っても消さないだろうしな。タトゥーってあれ、まあ、ものですが、なんか昔の意味だと消せないんですけど、どうなんですかね。いや、完璧には消せないんですよ。あの色は浅くなるんですけど、やっぱ跡が残っちゃうんで、なので本当にアホだなとは思いますけどね。まあでも悩んでるっていうことは、まあ、まだ好きだから悩んでるわけですよね。だからもうこれから増えると思いますよ、基本的に。増える、うん、日本もやっぱり格差社会で下の方はもう絶望的になってるんで、下の方同士で俺たちは仲間だっていう意味で入れる。だから例えばやっぱりその文化人類学的に見ると、その一族だったりある村の証明としてあるマークを入れるっていうのがパターンなので、元々がそう、はい、自分が所属する階級を表すっていうことですから、サッカー選手が入れるのは無理ないんだよね。ヨーロッパや南米で入れますね、みんな。そう、貧しい中から出てきてサッカーだけでのし上がった、で、その貧しい村や友達に、一体感を持っているんで、まあ、どんどん住みが増えていくわけで、まあしょうがないとは思うけどね。ただ日本人はやめた方がいいとは思うけどな、ただこの人どうするか ね。結婚に関してはもういいんじゃない、好きになったらしょうがないから。まあそうですね、タトゥーと結婚するわけじゃないですからね。そうだから、タトゥーは子供と出かけるときはサポーターかなんかで隠してもらうしかないので、それを徹底的にやって子供とプール行ってもらうしかないね。そうですね。ただ問題なのはタトゥー以外だよね。以外、この手の人ってね、 DV とか大丈夫ですか。あと、あの生活設計ちゃんとしてますか、仕事をきちんとしてる人ですかっていう、その3点を確認した上でタトゥーがあってもいいけど、そのうちのどれか一つがダメだったら、タトゥーがあったらもうダメだと思うな。どうでしょうね、これね、あの番組でそれは偏見だなんて声もひょっとしたらあるかもしれないですけど、でもまああながち、いやそんなもんじゃない。だってタトゥー入れてる人見るとあれだもんね、もうクールポコですよ、やっちまったなっていう感じなんじゃない、あ、こいつやっちまったなっていうさ、やっぱ傾向はあるかもしれないですよね。まあよほど、才覚があって生き延びていければいいですけど、ただな、なかなか厳しいよね。そうすると、まあ、好きならしょうがないでしょってところですね。そう、でうまく隠せるぐらいの大きさだったらいいね。場所にもよりますね、もう手にガンってなっちゃってたらね、そう、いや厳しい、はい、じゃあまあちょっとね、日本もちょっとずつはそういう人が増えるかもしれませんが、いやもうこれから大量に増えてると思いますけど、ただ一時期ほど
勢いなくなりましたよね、うん、昔は本当にあの渋谷とか池袋歩いてて若い女の子でも3分の1ぐらい出てたもんね。言葉自体もなんかそこまでは昔ほどは聞かないですもんね、うん、はい、はい、ということで今日は第17回をお届けしました、この番組への、投稿そして、メールマガジン石平ブックトークの方でも、ご質問をお待ちしています、はい、石平公式サイトの方をチェックしてみてください。平さん今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。タトゥーが嫌いな石平でした。